で、献血の流れっていうのはもう先ほど DVD で少しあったんですけど、まず献血をされる方の安全性を保つということが必要だということと、あと輸血を受けた方に病気になってもらわない安全性を担保する。まず献血来られた方が元気かどうかを調べる、体調がいいかどうかとか、薬飲んでないかとか、そこら辺を調べるということと、あと患者さんの方もですね、もし薬を飲んでその成分が混じった血液が行くと何かしら副作用があるかもしれないということで、まあ、いろんな質問をしていきながらですね、最終的に献血を飲んでいくということです。これはまた冊子の方に詳しく書いてますので、まだ見ていただければと思います。まあ、一工程すべて終わるまで400ミリ献血ですと40分程度。もう採血っていう、抜く自体はですね、10分ぐらいで終わります。この休憩とかですね、いろいろ医者の問診とか、事前の検査とか、いろんな時間がかかるということ